いどうも皆さんこんにちは、ゆうきです。はい、というわけでね、意味もなく回ってみましたが、ですね、本日が5月の8日、時間がね、16時30分ということで、今からね、動画を撮っていこうと思っておりますよ。ただね、こちらちょっとね、服装とか見てもらったらわかると思うんですけど、今日ね、動画ちょっと2本目なんですよ。まあ、1本目チャート分析とは別にね、まあ、バイビットについてみたいな感じの動画上げたんですけど、もしよかったらね、バイビット気になってる方はそちらの動画見てもらったと思うんですけど、やっぱね、編集とか入れたりするとね、かなりね、大変なの、動画って。もうこれ完全に私事なんですけど、よだれ出たわ。ねえ、もうほんま大変。というわけでね、ちょっと今日はもう、だいぶこう、体力消耗してますよ。なので、今日はちょっとね、チャート分析始める前にね、こいつでちょっと一発元気入れておこうと思ってます。モンスター。ねえ、モンスターさん、チャンスですよ。ということでね、ぜひ、協賛いただけたらと思います。ちょっと待ってな。パワー充電するわ。エナジーチャージするから。これなんかもう、あれらしい。モンスターのすべてがギュってこのちっちゃい缶に詰まってるらしいよ。何ミリやったかな、これ。めっちゃちっちゃいね、これ。容量。160ミリ。ねえ。ちょっと待ってや。あ、来てる。あ、来てる、やばい。あ、来てる。あ、来てる。ひゃ。ということでね。はい、モンスター缶出していこうと思ってます。はい、というわけで、今日はね、もうね、疲れたからとかじゃないけど、ビットコインだけね、チャート分析して終わろうかなと思ってます。はい。なのでね、ぜひ気軽に最後までお付き合いいただけたらなと思いますよ。はい。というわけで、今日の動画が面白かったよかったよかったね、ぜひチャンネル登録、ほんまよ、誰でるわ。チャンネル登録ボタンとグッドボタンの、もう何言ってるかわからん。ね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンをポチッとしてね、ぜひ応援していただけたらなと思います。はい。もうね、ほんまビットコインのね、底力を侮ってたよね。なんかもう、なんやろな、この、やるせない気持ち。まあ一応ね、まあ、こうなるかもしらんっていう、なんていうんかな、上の方にブレたっていうだけなんですけど、まあ今回に関してはね、五分五分ですっていうところで、上にブレたっていうところなので、まあ特に僕にもダメージないし、現物はね、十分上がってくれたんで、まあ嬉しいところではあるんですがっていうところ。で、どういう形になってこうなったのかっていうところも、まあ含めてね、ご説明していけたらなと思うんですけど、まあ一時監視は今現状ね、もう一個だけ。短期戦にサポートされてるっていうところが、まあ、一つポイントになってきてるかなと。なので、もう一段階上に上がってきても、まあ、僕はおかしくないのかなと思います。うん。このまますっぽ抜けてたら、基本的に、こう、ビットコインのよくあるパターンでいくと、爆上げした後って、もう基本的に前年戻しぐらいってよくあるんですよね。だからそこが起こってないっていうところは、まあ、一ついい方向に考えてもいいのかなっていうポイントの一つ。として覚えておいてもらって、で、僕がね、一番ね、説明したいのは日足なので、そこまでちょっと待ってね。で、次がこれ、4時間足。ここもね、僕のね、言ってたところがね、まあ、そっちの方にブレたっていう感じ。いい方向にずれたっていう感じなんやけど、まあ、4時間足、これ昨日でも言ってたと思うんだけど、まあ、ここ完全に僕のよく使うお尻チャートですよね。お尻ーっつって。うん。お尻ーって言ってなってるわけですよ。このお尻チャートって、まあ、俗に言うダブルボトムって言われるやつなんですけど、ダブルボトムっていうのは、組むと、まあ、上に抜けやすいって言われてる。で、ポイントはこのネックラインといって、まあ、割れ目の部分ね、お尻の。お尻の割れてる、お尻の、ここの、トップの部分。まあ、これ、ネックラインって言うんですけど、ここの、深さと、一番底の深さまでの距離。この距離と、そのネックラインから、この同じ距離ぐらい、上に伸びますよって言われてるんですよね。これ、まあ、前回のね、逆三尊とか、三尊とかも基本的には一緒、ダブルトップとか同じ考え方でいいです。で、それぐらい伸びますって言われてますってということで、まあ、それがまさしく、こことね、ここがね、大体一緒ぐらい。まあ、ちょっとこっちの方が長いんですけど、それでもね。うん。ただまあ、ほぼほぼ、もしこれを、前回も言ったみたいにチャート分析っていうのをしっかりできてれば、ここでしっかりと、ロングの、利確幅っていうのを取れてきてると。いうところですね。なので、やっぱりチャート分析っていうのは熟練すればするほど、利益幅を高く取れるし、損切り幅もしっかりと、収めれるようになってくるので、やっぱりこういうチャート分析の、こういう細かなね、まあ、セオリーみたいなところは、やっぱ押さえておいた方がいいかなという感じですね。はい。で、まあ今現状が、まあそこまで上がってきて、で、ポイントで言うとね、もうこれね、きっちり1万ドルです。今ね、1ドルが、ちょっと見ようか。1ドルがね、106.38 円というところ。で、抑えられてるのが、まあ、その時その値段やったか分からんけど、106万5000円ぐらい。
まあ、まさしく、ズバピタドンのドバピタズンのズンズンズンということでね、ズン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 、ゆうちゃん今日も言ってあげて、聞きたいか俺のビューデンつってね、うん、ビューデン言ってる場合じゃないけど、ビューデンは言えへんけど、まあ、それぐらいできっちり抑えられてるというところですね。で、やっぱりこの100万、この、ここを抜けてきたっていうのが、やっぱりね、かなり意識されたのでしょう。で、一気にズドンと上がってきたと。まあ、これはまさしくあれですよね。もう、A ちゃんが大好きな、もうロマンティックですよね。うん、ロマンティックが止まらない。うん。止めて、ロマンティック、胸が、苦しくなる。ということでね。まあ、苦しくなるわけですよ。まあ、ぐらい跳ね上がったというところで、まあ、今は一旦、おしめをつけてきてる感じ。まあ、こっから先どうなるのかっていうところですよね。うん。なので、そこをね、ちょっと説明するのに、ちょっと冷やしを見ていきたいなという感じです。まあ、冷やしまで行くとね、短期の動きではないので、ちょっとね、まあ、デイトレードとかスキャルピングとかやってる方には、もしかすると当てはまらない部分ではあるかもしれないんですが、これね、ちょっと見てもらいたい。これね、冷やしなんですけど、ドドドドドスドス、ということでね、まあ、これね、ちょっとね、攻めの S さんがね、コメントで書いてくれてたんですけど、これね、ちょっと僕の、認識とズレがあって、僕ね、正直、ここを、1やと思ってたんです。1、2、3、4、5のエリュート波動やと思ってたんですよ。と認識してたんですよね。ただ、それやと、まあ、今回のこの上昇って、要は説明しづらくなるんですけど、ちょっと、モンスターを飲んだ弊害が、ゲップが、申し訳ない。よいしょ。これちょっとずらしてみて。これずらしてみてほしいの。これをね、1と考えてほしいわけ。わかりる？これ1と考えます。で、ここ2です。で、3がずれ込んできます。で、4もずれ込んできます。で、5っていう形でいくと、これ面白くなるよね。うん。で、しかもなおかつよ、これ1の長さよりも3の長さの方が長いんですよ。どう考えても。この今回の上昇でいくと。ってことは、エリオット波動っていうのも、うなずけるんですよ。セオリーにも当てはまってくる。ってなってくるとよ。まあ、一旦ね、ちょっと落ちてくると思うんです。そうなってくると、まあ、そうやな。まあ、前回のレジスタンスラインの98であったりとか、100万あたりが、まあ、サポートラインになってくると思うんですけど、まあ、深さ的には多分ね、98ぐらいの方が、まあ、上がりやすいんかなと思うんやけど、100万よりも。まあ、けど今の勢い考えたら、ちょっと落ちたぐらいでもここまで上がれるから、十分かなって感じ、100万でも。まあ、こういう感じ。で、一応ね、3よりも急角度で上がってくるっていうのが5波のね、セオリーというか、言われてるポイントになってくるので、こんな感じがありえんじゃねえかっていうね、仮暮らしのアリエッティつってね、これアリエッティ、アリエール、ジェルウォッシュ、漂白剤プラスもありえるというところで、この見方でいくと、ちょっと面白みが出てくるんじゃねっていうふうに僕は見ております。次の視点としてね。ここはけどね、相当、希望的観測も込み込み、妄想族も込み込みで考えているので、まあ、これはもう本当に、まあ、参考にするもよし、切り捨てるもよし、うん、という感じでございます。はい。なので、まあ、テレビもね、何もね、つってね、よし、行くぞさんも出てきますよ。まあ、けど、まあ、そのあたりも、まあ、あり得るのかなっていう感じで見といてもいいかなという感じです。はい。っていうところが僕が今回見つけたちょっと面白い方向性。まあ、ある意味、まあ、攻めの S さんがヒントくれたっていう感じではあるんですけど、まあ、そのあたりでも、もうこういった形で見ていったら、もう一段階上も見れるかなっていうところ。そうなってくると、前回というか、その115万で止まった、高値は抜けてくんすよね。ここか。うん、この前回の高値。ここ超えてきたらね、もうわからんで。もうこれはもう、どえれいことになる。どえれいことになるっていうのはさっき言っとくわ。これはもうどえれいことになるわ。うん。それこそほんまに、150いっちゃう？うん、150いっちゃうっつって、うん、いっちゃうっつって言っちゃう。うん、そこに関して言うと。まあ、一旦どっかでね、必ず調整とかおしめは入ってくると思うんですよ。まあ、まこちゃんがね、書いてくれたけど、おめえ、あんまり調整入ってなかったなーっつってね、雷のね、漫才師がいるんですけど、雷っていうね、漫才師のツッコミぐらいの感じが入ってのベンって落とされる可能性はあるけど、まあ、一旦、上を目指せるような形っていうのは見えてくるかなっていうふうに思ってます。
はい。なので、ここはちょっとね、希望的観測も込みやけど、ちょっと、明るい未来は手の中にをね、皆さんにちょっと、僕の指標として、分け与えれたらいいな、という感じで思っておりますよ。ということでございました。まあ、ここだけも伝えれたらいいかな、今日は。うん。なので、次は一旦、まあ、おしめは入るにしても、まあ、次はね、このずーっとめちゃくちゃ意識されてた、この、上限の線を、上限の線をサポートラインにして上に上がってくる可能性もあるし、ただね、一応ね、これ周波してみると、これ今冷やしてみてたんですけど、まあ、これもね、ちょっとコメントにはいただいたと思うんですけど、周波してみると、あとね、今日の金、土、日ってあるわけですよ。ここでもしかすると、ぐーって下がってきて、結果的に、実体では収まってくるっていう可能性はある。この上限の線の中にね。だからそこはちょっと気をつけないといけない。うん、かといって冷やしレベルでいくと5波が出てくる可能性があるから、ある意味そこまでもし週足が下がってきたとしたら、まあ冷やしもうまいことね、4波の下落というか下の方向の波、推進波の4波が出てると思うんですよ。で5波でグッと上がってくるっていうシナリオもいいんちゃうかなと思ってるので、ぜひそちらもね、期待しながら、うん、まあ、皆さんも妄想しながら、ちょっとニヤニヤしながら、見といてもらえると、今後ね、楽しくこう、仮想通貨のチャートを、目で追っていけるかなと思いますので、ぜひこちらもね、よかったら参考にしてみてはいかがでしょうか、ということでございました。はい、というわけでね、今日はちょっと短めの動画になりましたが、以上で終わっておきたいと思います。はい、まあ、もう気になるニュースとかもう明日言うわ。入ってたら。今日はもうこれで勘弁してほしい。わしら関係ないわって話やけど、まあまあぜひね、一本目のそのバイビットの動画で、ね、もう見てもらって、もしね、仮想通貨入ればでちょっとこう FX やってみたいなみたいな方はぜひね、登録とかもしてみてください。メリットから登録方法まで全部解説してるので、そちらをちょっとで、ね、役立ててもらえたらなと思います。はい、というわけで今日は以上で終わっときたいと思います。はい、というわけで今日ももう週末ですね、明日の動画を出して日曜日はちょっとお休みさせていただいてね、月曜日、ライブ配信の告知をして、火曜日か水曜日あたりね、ライブ配信をして、みんなとまたね、ワイワイ盛り上がりたいなと思っております。というわけでね、また、明日の動画をお楽しみにということで、またお会いいたしましょう。バイバイ。本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。もうすでに、僕の LINE アットの友達追加、もしくは、チャンネル登録はお済みでしょうか。僕のね、LINE アットの方では、僕がね、厳選した稼げる情報っていうのをね、随時配信しておりますので、ぜひね、友達追加をして、そちらの情報をね、ゲットしていただけたらなと思います。チャンネル登録がまだの方はね、こちらのチャンネル登録ボタンから、登録してください。あとね、おすすめ動画こちらから見ていただけますので、こちらもぜひご活用ください。ということで、またね、次の動画もしくは、ライブ配信などでお会いできたらなと思います。またお会いいたしましょう。バイバイ。